横浜流れ星、平野紫耀のインスタライブコラボがファンの心をわしづかみ、二人の素顔に迫る特別な瞬間、親愛なる読者の皆様へ、音楽、映画、ドラマ、そして個性的な個人のインスタグラムアカウント、これらは現代のエンターテインメント業界における私たちのゲートウェイとなっています。 そして、今回の記事では、日本のエンターテインメント界に新たな驚きと感動をもたらした、横浜流れ星と平野紫耀のインスタライブコラボを取り上げます。横浜流れ星、平野紫耀のインスタライブにサプライズ登場コラボ配信に反響殺到。 しすぎて泣きそう、ガンの瞬間に立ち会い、その背後に潜むストーリーを探り、ファンの心を掴んだ特別な瞬間に迫ります。一緒にこのコラボの裏側に入り込んでみましょう。インスタライブの舞台裏2018年、彼らは映画ハニー・をバー共演し、ファンの心を掴みました。しかし、それから数年が経ち、2023年、 平野紫耀は自身のインスタグラムでライブ配信を行っていました。そして、その配信中、何か特別なことが起こることを期待していたファンは、予期せぬサプライズに驚かされました。横浜流れ星が画面に登場し、まるで長い間再会を待っていた友人同士のような笑顔を浮かべる平野紫耀。 この瞬間、数百万のファンがこの特別な瞬間に立ち会ったことを誇りに思ったことでしょう。コラボの魅力このコラボの最も素晴らしい点は、二人の自然な交流とリアルな一面が視聴者に伝わったことです。平野が横浜の髪型をからかい、横浜がインスタグラムの機能について話すシーンは、ファンにとって楽しい瞬間でした。 特に横浜が平野をしっかりインスタグラマーと称賛した瞬間は視聴者の心を打つ瞬間となりました。このコラボは二人の友情やエンターテインメント業界での苦労話にも触れファンに新しい視点を提供しました。視聴者は彼らがプライベートでどのように過ごしエンターテイナーとしての心情を共有しているのかに興味津々でした。 ファンの感想この特別な瞬間が SNSA で大きな反響を呼び起こしたことは言うまでもありません。50万人を超える視聴者がこのコラボを楽しんだことは、二人の人気がどれだけ高いかを示しています。ファンから寄せられたコメントには、まさかにショットが見られるとは、しすぎて泣きそう、眼福すぎる、最高の時間だった、またコラボをお願いします。 などの喜びと感謝の気持ちが溢れていました。結論横浜流れ星と平野仕様のインスタライブコラボはファンにとって忘れられない瞬間となりました。二人のリアルな交流や笑顔、ファンへの感謝の気持ちが彼らの人気をさらに高めました。今後、彼らの新たなコラボやプロジェクトを楽しみに待つファンが数多くいることでしょう。 この特別な瞬間はエンターテインメント界のファンにとって彼らのお気に入りのスターがリアルな一面を見せてくれる希少な機会でした。私たちはこれからも彼らの活動を応援し新たな驚きに期待しています。最後にこの特別な瞬間に立ち会ったファンの皆様、そして横浜流れ星と平野紫様に感謝の気持ちを込めてこの記事をお届けします。 今後も彼らの素晴らしいエンターテインメントに期待して応援し続けましょう。どうもありがとうございました。